ドロレスレドンドメーラは、スペインギプスコア県サンセバスティアン出身の、ハードボイルド小説家。バスタン渓谷三部作の著者であり、2016年に、プラネータ賞を受賞した。ドロレスレドンドとエステバン、ナバーロドロレスレドンドは1969年に、ギプスコア県サンセバスティアンに生まれた。ビスカヤ県ビルバオのノデウスト大学で法学を学び始めたが、学位は取得していない。 その後サン・セバスティアンで食科学を学び、分泌活動に専念する前にはいくつかのレストランで働いた。2006年からはナバーラ州トゥデラ郊外のシントゥルエニゴに住んでいる。短編小説や児童文学から分泌の世界に入り、2009年には諸女作ロス・プリビレジオズ・デル・アンヘルを刊行した。2013年前半にはバスタン渓谷三部作の第一章である。 バサジャウンの影を観光し、2013年11月には、シリーズ第2章である、レガド・イーエヌ・ロース・ウェイソスを、2014年11月には、シリーズ第3章である、オフレンダー・エーラ・トルメンタを観光した。バスタン警告3部作は70万部以上を記録し、日本語を含む15カ国語以上に翻訳されている。この3部作は、ナバーラ州北部の農村地帯、バスタンを舞台としている。 この三部作には、ナバーラ州の郷土菓子であるチャンチゴリが、鍵となる事物として登場し、三部作のおかげで、チャンチゴリは、スペイン全土での知名度を得た。2016年には、トゥールエストテ、ドレデ、プラネータ賞を受賞した。スティーグラーソンによるスウェーデンの小説、ミレニアムの映画シリーズで、制作葬式を務めたピーター・ネーデルマンは、 レドンドの少女作が出版されて、すぐに映画化の権利を取得した。フェルナンド・ボンサレス・モリーナが監督を務め、マルタ・エトラが主演を務めて、2017年にバサジャウンの影が公開された。日本では劇場公開されていないが、ネットフリックスで放映されている。ありがとうございます。